アークサーブ UDP とアークサーブバックアップの違い。バックアップ製品の選定ポイント、その1。バックアップ方法とバックアップ先。アークサーブのバックアップ製品には、アークサーブ UDP とアークサーブバックアップがあるけど、正直何が違うのかよくわかりません。 確かに、そうですね。それぞれのバックアップ製品の特徴を紹介するページはありますが、どんな違いがあるかは分かりにくいですよね。では、製品選定のポイントとなる、下記の機能で、この二つの製品を比較してみます。バックアップ方法とバックアップ先。アプリケーション保護、Linux、Unix。災害対策。 まとめ。今回はバックアップ方法とバックアップ先について比較します。まず、最初の比較項目はバックアップ対象データの選択基準です。ArcServe UDP は誰でも簡単に設定できるバックアップ運用をフォーカスして作られているためあまり細かい設定ができません。選択できるバックアップ対象は サーバーやクライアントなどのノード全体選択が基本になります。バックアップが不要なドライブであれば、対象から解除して、必要なドライブのみバックアップをすることもできます。ただ、フォルダーやファイルを部分選択することはできません。データーを復旧させるリストアに関しては、フォルダーやファイルを個別に選択できます。それ以外だと、シフスの共有フォルダーや、 NFS の共有フォルダーをバックアップできます。a r c s e r v e バックアップは、サーバーやクライアントなどの、ノード全体や、ドライブ単位だけでなく、フォルダー単位やファイル単位でバックアップ対象を選択できます。共有フォルダーに関しては、SIFTS の共有フォルダーに対応しています。このため、個別ファイルや、フォルダー単位のリストアができればいい、という場合は、どちらのバックアップソフトでも大丈夫ですが、 個別ファイルやフォルダーのバックアップそのものが必要なケースでは、ARC サーブバックアップとなります。また、NFS の共有フォルダーをバックアップする場合は、ARC サーブ UDP になりますね。次に、バックアップの世代データの管理方法について、比べてみましょう。ARC サーブ UDP は、設定したバックアップの世代数を超えると、 最も古いババッッッッククアアププをフルバックアップにくっつけるマージといいう処理を行いますマージが行われるとフルバックアップが書き換わり増分のデータを取り込んだ状態になります例えばマージ処理前のフルバックアップが7日前のデータで最も古い増分が6日前の増分データである場合マージ処理で増分データが取り込まれるためフルバックアップのデータが 7日前から6日前のデータに書き換わります。マージが行われれば、6日前の増分データは不要になるため、削除します。このように ArcServe UDP は、設定世代数を超えると、マージによって、フルバックアップのデータを書き換え、不要となった増分データを自動削除することで、世代数を維持していきます。ArcServe Backup は、世代数ではなく、 古いデータを上書きすることで、世代データを維持します。例えば、ArcServe UDP のように、ハードディスクにバックアップデータを保存する場合は、2つ以上の書き込み先のフォルダを用意します。そして、1つ目のフォルダに、1週間分のデータを書き込んだ後、翌週は2つ目のフォルダに書き込むように、バックアップを設定します。用意した書き込み先のフォルダが一巡したら、 最初に書き込んだフォルダーに、上書き保存を設定することで、不要な過去のデータを削除することができます。どちらも設定をすることで、手放しの自動運用ができますが、バックアップの世代数を変更する事態になった場合、ArcServeUDP であれば、世代数の数字を変更するだけなので、変更が簡単です。また、世代数を大きく変更する場合でも、 柔軟に対応できます。次にバックアップ方法を比べてみましょう。ArcServeUDP は、継続増分といって、フルバックアップは初回のみ実施され、あとはずっと増分を繰り返すことができます。これはバックアップ容量が大きいお客様や、バックアップに当てられる時間が短いお客様には、すごく喜ばれている機能です。 もちろん定期的なフルバックアップを取りたいというお客様もいますので、そちらも対応しています。アークサーブバックアップには、継続増分という機能がないので、定期的なフルバックアップの実施が必要になります。ただ、別売のエージェント機能で、継続増分と似たような効果をもたらす、合成フルバックアップという機能があります。この機能は、アークサーブ UDP のように、 母体となるフルバックアップに増分データを組み込まず、別領域に合成した、フルイメージを作ります。このため、合成が行われるたびに、ハードディスクの利用量が増えていきます。また、合成フルバックアップは、Windows のファイルサーバーのみを対象としているため、ArcServeUDP の継続増分の方が、優れた機能になります。他には、ArcServe バックアップは、ArcServeUDP にはない。 差分バックアップにも対応していますなるほどアークサーブ UDP は誰でも簡単な運用を実現するためバックアップの対象選択をシンプルにしているのですねはいその通りです初めてバックアップ運用に携わる方であればあれこれ悩むよりもノード全体を保護すれば間違いありませんので アークサーブ UDP であれば、継続増分でバックアップ時間を短縮できることや、世代数変更も簡単にできるので、とてもいいですね。はい。継続増分や世代管理の簡単さは、多くのお客様からご好評をいただいています。それでは次に、バックアップのスケジュール設定の違いを見ていきましょう。アークサーブ UDP は、 簡単なバックアップ運用にフォーカスしているため、曜日ごとの設定変更や、バックアップ先の振り分けには対応していません。スケジュールで、日時、週時、月時、とありますが、どのスケジュールを組んでも、毎回同じデータを同じ場所にバックアップいたします。ArcServe UDP は、継続増分を基本としているため、毎回システムドライブをバックアップしても、それほど時間はかかりません。また、 それぞれのスケジュールごとに、バックアップの保管世代数を定義できるため、長期間の保管が必要な場合は、週次や月次のスケジュールと組み合わせて利用します。アークサーブバックアップは、スケジュールごとにバックアップ対象やバックアップ先を選択できるため、週末にサーバー全体のバックアップを行い、平日はデータのみバックアップを行うことができます。また 二週間ごとの各週でバックアップ先を変更するということもできます。バックアップデータが壊れた場合の手段として、ArcServe UDP では対策がないのか、と感じると思いますが、ArcServe UDP では、復旧ポイントのコピー機能と、レプリケートで、バックアップデータの冗長性を持たせることができます。復旧ポイントのコピー機能は、 バックアップデータをクラウドや共有フォルダーにコピーすることができます。これはスケジュール設定や指定回数ごと、例えば7回バックアップごとなどにバックアップデータをコピーします。ただ、この機能は毎回フルイメージを作ってコピーするためフルバックアップ相当の容量がネットワークに流れます。フルバックアップ相当なのでコピー先の容量も気になりますが復旧ポイントのコピー機能では コピーする世代数も定義できるため、世代数を超えたデータは、古いものから削除します。もう一つの冗長化手法が、バックアップデータを複製する、レプリケートです。これは、ArcServe UDP の管理機能である、復旧ポイントサーバーを利用するのですが、復旧ポイントサーバーはバックアップデータの複製や、遠隔地保管、重複排除ができる管理機能です。 この復旧ポイントサーバーを利用することでバックアップデータを他のサーバーや共有フォルダーなどに増分データで複製できます。レプリケートも複製先の世代数を定義できるためマージ処理で最も古い増分データがフルバックアップに組み込まれます。最後にバックアップ先ですが ArcServe UDP は ハードディスクのみにバックアップデータを保存できます。ハードディスクはローカルディスクや外付けディスク、共有フォルダーや NAS を利用できます。ちなみに共有フォルダーですが利用できるバックアップ先はシフスの共有フォルダーになります。NFS の共有フォルダーはバックアップ先に利用できないので注意してくださいね。あとテープやクラウドは 二次バックアップ先として利用できるため最初にハードディスクに書き込めば長期保管や災害対策としてテープやクラウドを利用できますアークサーブバックアップはテープやハードディスククラウドに直接バックアップデータを保存できますハードディスクはアークサーブ UDP と同じくローカルディスクや外付けディスク共有フォルダーや NAS を利用できますこちらも同じく 共有フォルダーはシフスの共有フォルダーのみ利用できますまた二次コピー先としてもさまざまなバックアップ先を選択できるため柔軟なバックアップ保管を実現しますこうやって比較してみると2つの製品の違いがよくわかりますね 継続増分ができる ArcServe UDP とシステムとデータのバックアップを分割できる ArcServe バックアップ、どちらも捨てがたいです。ありがとうございます。二つの製品の比較はまだまだ続きます。もう少し情報収集をしてみましょう。はい、お願いします。たくさん情報収集ができますね。 そうですね。次回はアプリケーション保護、Linux、Unix の観点での比較になります。ArcServe UDP と ArcServe Backup の比較はいかがでしたか次は製品選定のポイント、その2、アプリケーション保護、Linux、Unix に続きます。